はい、皆さんこんにちは。ミルフラワーでヒロフラワーテストシアです。今日はですね、先日横浜山下公園の日本郵船ひかまりの中で行われたミルフラワーデザイン展の作品を紹介したいと思います。今回は、オールメンバーではなかったんですけれども、オールメンバーの加点はまた秋になりますので、春の加点は氷川丸88歳の誕生日をお祝いするという、テーマの加点でした。素晴らしい作品が勢ぞろいしましたので、ここで少しずつ紹介していきたいと思います。今回はですね、過去最高の、来場者数を更新しまして、本当に皆様見に来てくださってありがとうございました。ただ、作品の前でこう止まって写真が撮れないというぐらいの、大入りでして、どんどん人に押されてどんどん人がこう出てってしまうというね、その辺ではちょっとこうご不便をかけたところがあったかもしれませんが、本当にね、こう多くの方に見ていただけたというところでは、代表としてすごく光栄に思っております。本当にありがとうございました。では早速その作品を少しずつ紹介したいと思います。どうぞ。事業拡大のために、Nフラワーの講師として活躍していただける方を募集します。次の動画でね、このお話は詳しくしますけれども、まだまだね、日本全国スクールになったとはいえ、今海外の支部はあるんですけれども、まだこう全国に支部のない場所というのはたくさんあります。なのでこれからね、もうNフラワーではとにかくこう講師が活躍しやすい環境というのを第一に考えて、全てのシステム作りをしています。なのでね、もっともっと活躍したい、できる、環境がこれからどんどん整っていきますので、ぜひエルフラワーで講師をしたいという方は、お話だけでもね、一度聞きに来ていただけたらと思います。その詳しい話は先ほども言いましたが、次の動画でお伝えします。楽しみにしておいてください。ではまたお会いしましょう。See you next time.